これからする論評に異論や誤りを見つけたら、ぜひ遠慮なく指摘してくれると嬉しい。はいはい、そんなに謙遜しなくていいから。緊張してるのかなって思われちゃうよ。思うがまま遠慮なくコメントしてくれていいからね。ああ、そうさせてもらおう。ではどれどれ、1234。うん、どっちのチームも人数は同じみたいだね。え、私も数に入ってるの？ふん、わかった。あなたを助けると思ってやってあげるにゃ。フォンテーヌから来てくれたお友達もいるし、名前は三国シーカ握手観覧会に変えた方がいいかもね。そんでもってよく見たら、パイモンをそのまま一人分でカウントしちゃうのはどうなんだろう。旅人チームが若干のハンデを負うことに。この同種が参加しよっかな。大事な時にちょこっと手伝うくらいなら皆さんもいいでしょ。もちろんだ。賑やかであるほどみんなが楽しめるんだし、それは風同士だって例外じゃない。それじゃあ決まりだね。観客の皆さんも好きなチームを応援してください。じゃあ僕が点数をカウントするってことでいいかい？ああ、そんなのいらないって。チームを分けたのはあくまで形式的なものだよ。友人同士、競争関係なんてないんだから。ね、勝利審査員。同志の言う通りだ。モンドやフォンテーヌの友人たちにリーウェの確率や規則を強いてしまうのはいささか窮屈だろう。握手歓談会である以上、インスピレーションを始まりとし、歓談に落着すべきだ。おのおの、思う存分楽しんでくれればそれでいい。ふぅ、よかった。ドキドキしていましたが、ルールが厳しくないようで助かりました。あらら、司会のセリフを審査員に取られちゃったよ。じゃあ司会役はこのままウェンティさんにお任せしちゃおうかな。もちろんいいよ。新たな友に旧友さんたち、深呼吸して新鮮な空気を吸って。はい、シーカ大会第2ラウンド追句、いざ開始。ならここはまず僕の切削から一つ。上の句、新月剣の個室に入りて孝子百味を喫する。もう思いついた。さすがだ。新月剣ときたら対になるのは瑠璃帝か。最初のお題からめちゃくちゃ難しいぞ。真は九、いや子か。そういえば前修行でそんな名前の場所を通った時、やけに天気が悪かったっけ。あ、思いついた。古城園の料亭を出て来光千本を目する。すごい、趙雲のやつ答えたぞ。ああ、
新月剣はリーウェに名を馳せる料亭で、一方の古城園は天候山にあるもの。両者が等しく場所を指すため対となれるだろう。加えて上の句の悠然とした雰囲気に対して下の句のそれには危うさがある。これは絵としても対になるものだ。あれ、あの日のことをそのまま言っただけなのに、なんだかまぐれで行けたみたいだぞ。そういうことなら僕からも上の句を。志に命運あり、軽作に隠れ、眼下に絶運を望む。長雲のやつ、今日はなかなかやるじゃないか。この句の大まかな意味は、高い志を持つ者が姿勢に身を隠しながらも星雲にのし上がろうと気を伺っている様だ。地名で全体をつなげていく発想はかなり斬新と言えるだろう。徳は赤白のごとし、芸章をまとい、胸中に瑠璃を秘める。すごいぞ、ノエルが答えた。良い句だ。人の特攻が高尚であり、透き通った心の純粋な様を石に例えている。こちらは物の名前で全体をつなげており、見事な出来と言えるだろう。素晴らしい追句だったね。財布の折に行く秋様からいただいたヒントのおかげです。それでは私からも上の句を。上は河口の向かいから、下は湿原の適州まで、ただカニ味噌豆腐を一皿求めて。カニ味噌豆腐？どうしたんだディオナ、下の句を思いついたのか？ううん、みんな難しい詩を出しすぎ。私理解するだけで時間がかかるんだから。でもカニ味噌豆腐って聞いたら、なんとなくミントベリージュースが浮かんできたの。多分最近似たような飲み物を混ぜたからかも。北は星落としの岸から、南は風吹く野原まで、さらにミントベリージュースを2杯加えて。さすが旅人さん、みんなが称賛するだけあるわ。こんなにすぐ下の句を思いつくなんて。上下の句は共に各地の風物や特産に詳しくなければ出せないものだ。二人は旅をする者として、すでに小野川市でそれらの土地に足跡を残したのだろう。どう？私も少しは役に立った？ちょっとちょっと、かっけーってば。さっきから褒めてばっかりじゃん。もっと人を疑ってかからないと。怒らせちゃうかもとか思わなくていいよ。この私が盾になってあげるから。ではもう一つ聞いてもらおうかしら。精神に心はなくても、それは人々の心を癒す。精神が持つ薬効の側面を指しているんだろうか。どうすれば対になるんだ？夢は夢でなくとも、不浄の夢に安らぎをくれる。夢？そんなのもあり？ほう、では同種に代わって聞かせてもらおう。なぜ精神の対を夢としたのだろうか。
おお、おいしい料理を食べると夜もぐっすり眠れるってことだな。やるな。これもまた上出来だ。得点に値する。うん、値する値する。もう素敵な審査員がじゃんじゃん点を上げちゃうからね。でもみんなさすがに真面目すぎるかな。もっと弾けてもいいんだよ。ほう、それなら風道主、僕の髪の句に応じてほしい。天に月あり、月満ちれば家族も喜びに満ちる。地に飯あり、腕によそえばお腹も肉で満ちる。そんな返しが。これすなわち無常対。上下の句の意味は関係ないが、言葉の一つ一つは一応基本にのっとり対をなし、それぞれ一体となっている。普通の対句に何ら劣ることはない。お話が長いよ。かっけー、点数はくれるの？くれないの？無論与えられるべきだ。ケーキ800里敵下に問う、いずくにかきりならんや。木の獅子20斤、鍋に怒る、いずれには入らむ。なんだって？これが無常対っていうのか？なんだか、オイラでもできそうな気がするぜ。私も一つ思いついた。ドドリアン、ドドコよりほろ苦い。わ、すごくかわいい髪の毛だな。スイートフラワー、バーバラよりスイートじゃない。ん？こちらのお友達の熱意がこっちまで伝わってくるようだよ。でも否定になってるのだけが惜しいかな。おお、じゃあボンボン爆弾、ボムボム売りよりやかましいとかどうでしょう。おや、モンドからのお友達はとっても才能があるね。よかった、やっと一つ答えられました。焚き火パチパチ、炉を温かくしてお茶香ばしく、胸に抱くは清泉の心。あ、すごいぜ、ノエルがまた一つ読んだぞ。早く早く、お前が一番得意だろ。え、オイラが？分かったよ、やってやろうじゃないか。焚き火パチパチ、炉を温かくしてお茶香ばしく、雷雨ゴロゴロ、剣冷たくして心痛まず、叩きのメスは強風のコア。うんうん、いいよ、実にいい。厳しい環境で強敵に挑む姿がありありと見えるようだよ。誰かとのんびり読書をするっていう上の句の雰囲気ともちょうど対になってるしね。そうか、いひひ、も
もしかしたらオイラ実は才能があるのかもしれないぞ。どうやらこれ以上俺が論評する必要もなさそうだ。ってば、あの後また何個も答えられたぞ。お前も当然聞いてたよな。私も楽しいひとときを過ごさせていただきました。まさかニーユへの追句がこんなに趣深いものだとは思いもしませんでした。ノエルは今日すごかったな。追句のお題を何個も出してたろ。特に清泉の心のやつ、おいら危うく答えられないかもって思ったぜ。カリロエさん、どうかしたかい？お疲れなのかな。さっきから調子が良くなさそうだと思ってはいたけど。大丈夫よ、気遣ってくれてありがとう。その、一つ皆さんに聞きたいことがあるの。皆さんはもしかして、清泉の心の物語を読んだことがあるの？僕はまだ読んだことないけど。パパが読んでくれたことあるよ。確か、とある泉の精霊と男の子の物語だったよね。はい。遠い故郷を離れた泉の精霊が月の光の下で少年と出会うところから始まります。少年は精霊に心の内を話し、彼女もまた彼の物語に耳を傾けました。時間が経つにつれ、少年は精霊に恋心を抱くようになります。ですが当時彼女は人間の愛を理解できず、約束が悲劇になることを恐れました。それで、この後に口づけをするシーンがありましたが、ティオナ様のお父様はどのように説明されたのでしょうか。泉の精霊は少年のところからいなくなって再び姿を現すことはなかったにゃ。はい、その通りです。やがて時間が経ち、少年もだんだん年を取ってしまいました。ですがそれでも彼はその出会いが夢ではなかったと信じ続けたのでした。なんだか悲しい物語だな。そうね。今のを聞いて皆さんは泉の精霊をどう思った？彼女の決断はまさしく善意によるものだったと僕は思う。けれど結果としてその善意が誤解を生んでしまったのは残念だ。もし仮に今でもチャンスがあるとしたら、精霊はもう一度少年に会った方がいいと思う？今？それは物語の少年がおじいちゃんになった後でもってことか？そうだとして少し遅すぎるのではないでしょうか。もしお二方がまたそのせいで心残りを作ってしまったら。ごめんなさい、僕はちょっと悲観的すぎるのかも。オイラがその少年なら、そうだな、やっぱりもう一度精霊に会いたいと思うぞ。どれだけ年を取っても好きな人だもんな。そう。おや、にぎやかだね。新しい追加を考えてるの？僕の助けが必要かな？金曜野郎、お前はちゃんと司会に徹しろよな。お前が参加してきたら追加を考える。
める楽しみを独り占めされちゃうだろう。まさかパイモンが僕をそんなに買ってくれてるなんてね。でも残念、追加遊びはもうおしまい。明日のイベントはね、自由試作だよ。それは自分で書いた詩を皆さんの前で読むんでしょうか。その通り。自信がないならウェンティ先生の試作集中クラスに申し込んでくれてもいいよ。今からでも間に合うからね。参加いたします。僕も参加したいです。宣伝は置いといて、自由ってどのくらい自由なんだよ。ルールが全くないってことか。それはもちろん最大限の自由だよ。体裁も内容も全部心から考えたものであれば何だって詩にしていいからさ。どう？これは胸に秘めた言葉を吐露する絶好のチャンスだと思わないかい？自由すぎるのも考えもんだぞ。おいら旅のことも書きたいし、旅人が作ってくれた美味しいご飯のことも。カリロエも来るよな。おいらお前が書いた詩を読みたいぞ。ええ、いいわ、私にも参加させて。うん、僕は鼻が痒くなり始めたことだし、今日はここまでにしよう。みんなも帰ってアイデアを練りつつ、いい睡眠をとってね。また明日。
Thank you.
裁きの雷槌。全部丸見えね。全力攻撃だ。風の赴くままに。知識はあなたに。手をつなぎましょう。逃げ道はあります。風の流れ。稲光、すなわち永遠なり。みんながそばにいて。もみちは血やまく惜しみ。私のお家にいらっしゃい。はびこりなさい。裁きの雷槌。行こう。風の行く先を。ふふ。みんなは俺が守れ。風の行く、雲の行くごと。全部丸見えね。知識はあなたに。見切りました。いざ風の赴くままに。無我の境地。セーフ。みんながそばにいて。もみちが散らまく惜しみ。ふふ。私のお家にいらっしゃい。行こう。風の行く先を。はっ。手をつなぎましょう。もよ。はっ。せい。そこだ。全力攻撃。雲が仮な稲光、すなわち永遠なり。これこそが知恵の殿堂。全部丸見えね。逃げ道はあり。はっ。みんながそばにいて。もみちは散らま。ふふ。さっ、ここより弱滅の時。ふっ。知識をあなたにも痛くしちゃうかも。全力攻撃だ。マイ。ふ。雲がく借りなく時。裁きの雷槌。の境地。よっ、セーフ。ふっ。みんながそばにいてく。雲がく借りなく時。そこだ。風だ。裁きの雷槌。マイ。みんなは俺が守る。もみちが散らまく惜しみ。稲光、すなわち永遠なり。逃げようなんて思わないでよね。風よ、せい。逃げ道はありません。全力攻撃だ。風の赴くままに。雲が借りなく時。見切りました。
ここより弱滅の時。テッセッテッタッタッ。逃げ道はみんながそばにいてく。風の向か雲の行くごと。風だ、一緒に遊ぼうよ。見切りました。ハッ、稲光すなわち永遠なり。テッフッフッ。全力攻撃だ。雲が借りなく時風。ふう、逃げようなんて思わないでよね。裁きの雷。はっはっ、それみんなは俺が守る。風の赴くままに。風の雲の行くごと。風だ、ここより弱滅の時。逃げ道はありません。全力攻撃だ。見切りました。風の行く先を。みんながそばにいて。雲が借りな。これこそが知恵の伝道。ひゅっ、逃げ道はありません。せいせい、稲光すなわち永遠なり。せい、みんなは俺が守る。もみじも散らまく惜しみ。知識はあなたにも。見切りました。風を知れ。そこだ、全力攻撃だ。雲が借りなく時。私のお家にいらっしゃい。全部丸見えね。ひゅっ、逃げ道はありません。無我の境地。ふっ、ふっ、ふっ、ふっ。け、みんながそばにいてくれるわ。もみじも散らまく惜しみ。風の赴くままに。これこそが知恵の伝道。見切りました。し風ふっ、雲が借りなく時。全力攻撃だ。私のお家にいらっしゃい。裁きの雷、ここより弱滅の時。ふっふっ、せっはっ、てっはっ、くらえ。風の行く先を。せいはっ、みんながそばにいてく。風の似た雲の行くごと。これこそが知恵の伝道。稲光すなわち永遠なり。
や、いざ。
マイヤ、
What?